この PM も今倍の濃度で出しますし、PM も10倍、TS も10倍の濃度で出します。おはようございます。実家のお風呂なの。やっぱ寝起きはお風呂から始まります。私は入浴剤はこちら。これドンキで売ってたんだけどね、めっちゃいい感じの、こんな感じ。お湯は白い、なんかトロトロした感じで肌に良さそうな感じです。髪の毛も縛らず入ってるからね。もうみんな入った後だからもう汚してもいいかなっていう感じで。やっぱお風呂入ってる時幸せ。お風呂がやっぱ一番私は好きだわ。本来ならば結構爆音鳴らしてお風呂入ることが多いんだけどね、ちょっと YouTube 上音楽流すのはちょっと NG なので、今日はちょっと音楽流してないですけど、あんまりね、あの爆音で流しすぎるとね、家族から苦情が来るので気をつけます。ここから発汗作用を高めてね、汗をかいて寝起きの皮のむくみを取っていきたいと思います。で、今日は何しようかな。ノープラン。化粧しようかしないかも迷ってるし、外は暑いし、車はまだ運転するの怖いから家にいるしかないんだよね。家から出れないの。だからね、何しよっかなって感じです。ちょっとお風呂に入りながらいろいろ考えていこうかなって感じです。まあね、やることがないとか何も考えることがないっていうのって、こういうのって幸せなんだろうなって思うよね。いろんなことぐるぐる考えてる時ってすごいなんか心にも余裕なくなってきちゃう気がするけど、まあ私は結構忙しくしてたいタイプだからつまんないなって思っちゃうこともあるんだけど、もうつまんない、することがないということを楽しみながら今日は過ごしたいと思います。昨日さ、妹とさ、びっくりドンキでご飯食べたんだけど、妹普通にお昼働いてるんですけど、仕事の話とかさ聞いててさ、まあ自分もさ一回さ昼食保育士さやったことあるからさ、まあある程度職場での悩みとか不満とかあるわけじゃん。なんかそれを妹から聞いてて、当時の自分と結構かぶったりとかして、結局さ仕事って人間関係だったりとかさ、職場の同僚、先輩、後輩、いろんなねこう人と人との関係があってのさ、その職場のあっち職場を、そうやって職場を作り上げていくものだからさ、よく頑張ってるなって感心したわけですよ。私は耐えられなかった自分がいたから、それを耐えてるのはすごいなって改めて思ったし、それができてるから何年も何年も同じ職場で働くことができてるから、その同じ職場に何年もいられる人って本当にすごいんだと思う。すごいっていうか、もちろん色ってすることもたくさんあると思うんだけど、耐える力と切り替える力がものすごく備わってるんだなって思った。できなかったから、だからみんなすごいなって思ったし、自分もできるようになりたいなとも思ったよね。もっとラフに考えられたらよかったんじゃないかなって思うんだよね。まあメンタル強くするのって結構難しいし、誰もが大変な思いはしてると思うんですけど、なんかこう改めて昨日ご飯食べてて、妹とね2人でちょっとなんか尊敬するなっていう目線になった。私は暑
見てこの汗、やばくない？気持ちいいわ。ほてっちゃいそうだからちょっと水浴びるわ。じゃあねー。今日のガラガラコーデ。お風呂さっぱり。マジで誰って感じだよね。ここに誰かがいるぞ。誰だ君は。君は誰だ。あらこっちか。なんかいびき聞こえると思ったらこんなところにイチゴちゃんがいたわ。イチゴのいびきがね、誰よりもすごいんですよ、人間よりも。ビス、これもドンキで売ってます。風呂上がりのビス、肌ツヤよく。健康健康。もう実家にいるとね、お酒も何にも飲まないからね、体が健康。しかもさ、夜の9時10時には寝て、朝の6時5時6時には起きるっていう生活だからさ、めっちゃ健全なんですよ。もう何のストレスもない、全てが整っております。私がそうめん食べたいって言ったらそうめんを作ってくれました。いただきます。年初のそば。そばよね。そうめん。そうめん。薬味はみょうがです。はい。揚げ玉がいらなかった。いる。朝に入るとおいしいもんね。ちょっと綺麗な器にしないけど、これは映すわけにはいかないわね。ん？これはそのまま映すわけにはいかない。おいしい。これずっと食べたかったの。みんなやってるからそうめん、流しそうめんとか。痛いか。ここが赤いけど、それないでしょ。その辺、ほんとここ2つの指、もつ鍋で火傷しました。赤ちゃんだね。これは秘伝の火傷の薬です。あとちょっとしかないじゃん。洋風香っていう火傷の薬です。
こんな感じで手当てしました。ふーんかよ。はい、美味しくいただきます。はい、ということでですね、今日は友達と遊びに行ってきたいと思います。イエーイ。昨日ね、エステ行ったんですよ。私の地元が茨城県なんですけど、鹿島市にある、ちょっと待ってね、名前がセレブデトックス店、カミス店さんに行ったんですけど、いろんな手術をおすすめされて、約4時間ぐらいかな滞在したんですよ。で、まあいろいろやってもらって、まあ、ここでいくらでしょうか。正解はね、7万290円。高えよな。まあね、いろんな手術したから結構高くなったんですけど、はい、結構多分そこにある機材もとても、なんて言うんだろう、東京にある機材と多分なんか同等なぐらいいい機械がたくさんあったので、ぜひ茨城県に遊びに来た際には、女性の方特にこちらに行ってみてはいかがでしょうか。高いか安いかはもし行った方がいましたら感想を教えていただけると嬉しいです。どうかしら、ほら肌ツヤ綺麗になったんじゃない、結構テカテカに。まだこことかエクソソームっていうのかな、なんかバチンバチンってやるやつのなんか跡がまだ残ってるんですけど、まあ自然と消えるらしいので、より美しくなったかしら。はい、ということで今日はお友達と楽しみたいと思います。この動画がいいなと思った方はグッドボタン、チャンネル登録、 SNS のシェアをよろしくお願いします。昨日のやけども治りました、あの薬のおかげで。洋服よかった。以上、坂月凛でした。バイバーイ。